1年半ぐらいこのようなセッティング、セッティングは私はウェッジ3本ですね。ウェッジ3本、ウェッジ3本は58度から50度です。58、54、50ですね。あとアイアンは6本、 W から5番アイアンです。あの特別なのはスプーンはこの3番ウッドだけ、5番ウッドはないですね。はい、ユーティリティは普通に2本で、2本、ああ特別なのはウェッジが1本多いです。はい、そっか、ウェッジが3本。はい、と私は考えたらなんかパー5の3打目が距離のコントロールがもっと大事ですから、はい、だからウェッジもう1本使ってコントロールしやすいです。こだわりないですよ、私こだわりはない、ない。そもそも、まあ、ウッドが嫌いっていうか、まあ、あんまりそんな得意ではないので、私ピンを狙ってくるってなった時にアイアンとかの方がコントロールもできるしっていうので4番まで入れてます。確実にウッドが少ないのはそうですね。で5番ウッドを入れないでユーティリティにしてるっていうのも人と違うかも。みんな結構入れてるから5番ウッドとかだけ。ここと54とピッチングの間が空いちゃうからもう50も入れてるんですけど、そういう感じです。あの赤が好きなんですよ。もともとタイガー・ウッズが好きで、ショートゲーム そのアプローチの打ち方だったりっていうのを、まあ、見て、まあ、勉強っていうか、そのあこういうふうに打つんだなっていうのを、まあ、見たりっていうのをしていますね。はい、下を今48度入れてるんですけど、48を抜くときもあるし、まあ、上を入れるときが多いですね。もともと私飛ぶ方じゃないので、そのショートゲームっていうのを、まあ、すごく大事にしているんで、そうですね、あまりその7番ウッドを入れる、その上を入れることはないですね。まずアプローチが58と52度を入れてます。それでアイアンがピッチングから5番アイアンまで入れていて、ユーティリティが2本、4番ユーティリティと3番ユーティリティです。でウッドは5番ウッドと3番ウッドとドライバーでパターの14本が私のセッティングです。パターはどこのパターですか？パターはスコッティ・キャメロンのパターを使ってます。クラブのこだわりは、ユーティリティを今5番アイアンからじゃなくてユーティリティを多めに入れてる人も多いんですけど、私はロングアイアンも結構得意な方なので、まあ、あとは風の日とかも結構使えたりもするので5番アイアンを入れてるところですかね。はい、本当にこれはあるかもしれない、本当にあるかもしれません。これいいよ、いいよ、おい、お